あった。タイムマシン発見。よし。あ、ここかな。ホープ君の言ってたゲート。多分。あ。何？何か気になってるんだね。正解。俺個人の問題。予言の書のこと？うん。微妙。そうとも言えるし。ちょっと違う気もする。映ってたのきっとお姉ちゃんだよね。でも確実じゃない。パラドクスを解けばはっきりわかる。そう信じよう。うん。ノエル、どこかおかしかった。パドラの巫女ユールの話を聞いてからずっと。でも気が気でないのは私も同じだよ。予言の書に写ってたのは本当にお姉ちゃんなの？ゲートの向こうでパラドクスを解決すればきっとわかるよね。ポーションを手に入れた。よし、ここに行きます。フランパルス、ボルバ卿。クリスタルの砂が降り積もり、太古の戦争の惨禍を伝える地。アカデミーはこの地を特別保存エリアとし、立ち入りを禁止した。オルバ卿がクリスタルの柱となってコクーンを救った二人の娘の故郷だったからである。それからおよそ200年後、里は人知れずコクーンに飲まれようとしていた。オッケー。ここ、はあ、これはなんだ、なんだ、世界が壊れてる。全てが滅んで世界が消えた後の未来か、それとも世界が生まれる前の過去か。時空の歪みがとんでもないクポ。過去と未来が絡み合ってるみたいクポ。空間そのものがパラドクスだね。パラドクスの原因を探そう。うん、何もない世界。パラドクスを仕掛けた誰かが望んだ世界なの？パルシュが立ち去った世界さ。見捨てられた者たちが望んだ無の世界なんだ。クパパパ、知ってるの？おとぎ話を思い出しただけ。
日の迷宮。ここはパラドクスの交差点だね。過去と未来がこの時空で交わってるとすれば、全部の謎を解けば今起きてるパラドクス現象も終わる。いい推理っぽ。できた。よし。ようやく出たか。トレジャー。おい、敵。Thank you.